はい、どうも、立花祐介です。どうも、AD 武田です。はい、どうもどうも。この番組は、我々、アラフォー男子2人がご機嫌なおしゃべりで、すっぽんのように皆さんのお耳に吸い付いていく、お悩み解決番組です。はい、よいしょ。お悩みをね、数々解決しましたけど、前回ね、代行でやった演技のレッスンの生徒に答えたっていう話があったじゃないですか。ありました。あれだって、その場でポンって悩みをね、打ち明けられて、割と早いレスポンスで答えてるんですよね。いや、もうその場でパパパッとっていう言い方あれですけど。いや、すごいですなぁ。まあ、会話ができるからね。わぁ、私は会話ができる。そういうことですね。その、ヤフー知恵袋で拾ってきたやつとかじゃなくて。ああ、なるほど。文面だけで一方的なやつじゃないから。はいはいはい。どう？こうじゃない？とかっていうのを、掘り出しできるから。はいはい。それで出てきて、あ、じゃあこうだよ。あ、じゃあこうじゃない。ことじゃないかなと。そういうこともできるということですね。うん、なんかお話を聞いてるとですよ、はい、なんか立花さんがその学校の先生とかめっちゃ向いてるんじゃないかなと思うんですよ。ああ、学校の先生？学校の先生。うん。うん。なんかそういうね、親身になって答えてもくれるし、なんか教えようと思ったら結構ね、うん、どこで今つまずいてる？みたいなところもちゃんとね、やってくれそうじゃないですか。うん。みんなやる気があればね。ああ、生徒の？そう。生徒のやる気があれば。生徒のやる気がないと僕は多分、すごく嫌になっちゃう気がする。ああ、そうですか。だって、ね、養成所とかそういうとこって、はい。自分で選んで入ってきてる。あ、もうやる気はマックス。場所じゃない？みんな。はい。学校って生かされる場所やからさ。確かに。なんかその辺で、なんか、こう、学びたいっていう人には返せるけど、うん、学びたくないっていう人に僕は返せないと思うんですよ。ああ、その熱量の差ですね。そうそうそう。もう、いや、学びたくないやともう帰ってどっか行ったら、遊びに行ったら、別にいいよいいよ。別にやらんでいいよっていう。うん、だから、来てくれる人にはすごい答えれるけど、はい、来ない人を追いかけてまで来させるってなかなかになんか人間力いるからさ、体力。確かにね。それはそうです、ね。そこまでは僕できないなと思う。まあ、そんな中、なんか前回の、まだちょっと積み残しがあるじゃないですか。え？ああ。ね？まだ何個か悩み来て、お答え差し上げたわけですね。はい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 。うん。ちょっと、なんか披露していただけますか？いいですか？41歳バレエダンサーさんからいただきました。何え何ですかそれ。いや、41歳になるバレエダンサーさんで、元なんかフランスの国立のところで踊ってらっしゃったっていうから、そういえば、この間一緒にお茶した時に、はい、結婚ラジオで言ってくだ、答えてくださいよっていう、はい、なんかお悩みをいただいた。そうなんですか。え、はい、この間ゲストに来ていただいた方に非常に酷似してますね。ああ、まあまあまあ、酷似してますね。うん、あ、同じ人かどうかわかんないわかんないんですけどね。はい、あ、そうですか。41歳バレエダンサーの方、はい。お悩みがある、はい。お悩みがあるらしいです。あ、そうなんや。じゃあ、この間聞けばよかったですね。うん、まあ、この間の方かどうかわかんない。わからんけど。あ、そうですか。なんか、お悩みがあると。はい。もう聞きましょう、聞きましょう。いいですか？はい。継続力がありません。何でもすぐに飽きてしまいます。どうすればいいでしょうか？うわー、これ来たな。もう、ドンピシャにハマる人、今、聞いてる人の中でいっぱいいるんじゃないですか？うん。もう、私もその一人ですよ。うん。もう継続ってどんだけ難しいか。そうですね。はい。もう、それは、もうね、僕は、まあ、ある種、一つの答えというか、うん。持ってますよ。お、うん、じゃあ、影田さんからいきます。これ、下手したら、お悩み王の立花さんと被る可能性あります、ね。悩み王って、お悩み解決王のね。王じゃない、ちょっと被る可能性ありますけど。あ、全然、言ってください。
いいですか、ズバリお答えしますよ、うん、はい、じゃあやめればいいじゃないか、うん、うん、継続しないんだったら、はい、あなたはそれもう好きじゃないんだから、うん、もうやめればいいじゃない、うんうん、私はそう思っちゃいますね。なんか何かにしろちょっと新しいことを始めがちなんですよ、うん、私、うんうん、ちょっとしたことね、はい、なんかいろんなことを例えばちょっとギターを買ってみたりとかね、はいはい、もうちょっとこれ面白そうだなっつってちょっとジムに契約行ってみたりとかね、はいはいはい、やっちゃうんですけど、うん、まあ続かない、まあね、よく続いて、まあ、半年、うんうん、でもやめちゃうと、うん、まあ、それ続かないってことはもう好きじゃないんだからやめちゃおう、うんうん、でも新しいことに興味を持つ、これはこの好奇心を大事にした方がいいんじゃないかと、うん、これ私の好奇心はなかなかのレベルをいってるんじゃないか、ああそういうふうに思って、ああ結局何も成し遂げてない、なるほどね、うん、というのが今の私の現状でございます。なるほど、これ来たんじゃないですか。まあまあ半分、うん、その説も僕もありました。ありましたよね、うん、せんでいいんちゃうっていう、せんでいいんちゃう、うん、まあまあ続くことってさ、はい、やらなしゃあないことしかないやん、うん、大体、まあ、仕事なのね、そう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 、それをしないともうどうしようもないとっていうこととか、うん、まあ何かしらその一時的に責任が生まれて、はい、ここまではやらなあかんっていうことがたまたま続いてるだけとか、うん、なんかそういうものが多いような気がしてて、全ての人に継続力なんてものはないんじゃないかっていう気が、お、全人類、うん、継続力ない、そもそもね、うん、でもまあ継続力がある人はね、だからもう別になんか無理にやる必要はないと思いますよ、僕も、うんうんうん、全然、いや私もなかなかね解決王に近づいてきたんじゃないですか。ただまああえて継続するために何をすればいいかって言ったいう話をすると、はい、このもう聞いた話ですけど、うん、始めるハードルを下げる。ああ。例えば筋トレの器具を一回一回タンスの中にしまってたりすると、出すのすらめんどくさくなるじゃないですか。うん、ああ、まあめんどくさい。うん、まあ、だからすぐそこに置いとくみたいな、うん、まあ、すぐそこに置いててもやらへんねんけど、うん、とか、うん、まずやるハードルを下げる、なるほど、っていうのと、あと面白みを毎回見つける、うん、で今日はこんだけ何かがあったなっていう、ちょっと復習なんかしちゃったりして、今日やったことの中ではここが面白かったっていう、はい、面白みを毎回見つける。何か進んでる感じを感じたいわけですね。うん。ね、うん、あ、だからなんかやって捨ててしまう、やりっぱなしにすると飽きちゃうねっていうのがあるかもね。なるほど。ちょっと今自分のね、行いとちょっと照らし合わせてみたんですよ。はい、確かに。そのギターね、うん、コロナのこの状況になってから買いましたよ、うん、買ってみようかな、クラシックギターですよ、はい、あ、アコースティックギターか、うん、じゃんじゃんじゃんガチャガチャンってやつですよ、うん、でやっぱ日々毎日触らないと絶対上手にならないのが分かってるんですよ。そうでしょう。だからもう何かにつけこうソファーに座った時にすぐ横にあってこう手に取ってジャンっていうのをできるようにしたいわけです。うんうん、でこうリビングに置いてドーンと置いてたらですよ、うん、妻という存在がおりましてね、テルルルルル、これを早く直せと、でも僕何やったらこうそのまま裸で置いてね、こう、うん、まあ、立てかけるやつを買って、うん、もう置いときたいわけですよ、うん、でもこう妻、もう魔王妻はですね、はい、ほこりがかぶるやん、楽器せっかく買ったんやったら大事にしてよ、ちゃんとカバーに入れて、はい、もう別の部屋にちゃんとあなたの部屋のところに置いときなさいよ、うん、
魔王が出てくるわけですよ。魔王がね、僕の方はレベル上がってないからもうすぐ全滅ギターレベルが、はい、なるほどね。そこですわ。そこですね、うん、だからまず周りを巻き込めと。周りを巻き込め、おお、うん、周りを巻き込もう、うんうん、そうですね。そうですね、これは大事だと思います。すぐできる環境を作る。なるほど。このバレエダンサーの方は何の継続をしたいかっていうところもありますけどね。まあそうですね、なんかもうものすごい継続力ありそうな方じゃないですか、あの方。いやー、だバレエに関してはそうなんじゃないですか。ああ、じゃあなんでバレエは続けられたんだっていう。まあまあそういうところもありますよね、うん、いやでも人って絶対、だって慣れの生き物だからさ。ああ、慣れ飽きるよ絶対何でも。飽きますね、慣れていくもん人は、うん、夫婦生活だってそうでしょ。あら、これは切り込んだね、秋が来る。そんないつまで経ってもさ、付き合った当初みたいには入れないじゃないの、まあ、あの感じはないです ね、 さすがに ね、 ね、その中でどういうふうにこう新鮮味を保っていくかみたいな努力、うん、お大事です。だからハードル下げる下げる。あ、その解決策、僕が言ったやつはえらいことになりますね。もう諦めて次行けみたいなこと言いましたもんね。えらいことになるじゃないですか。それなんかすごい解決策提案してるじゃないですか。でも、うん、子供という存在がいるので次には行けないわけですよ、はい、あ、そうか。新しいエッセンスが入ってくることによって、うんうんうん、だから継続できるんです。だからやめれないから継続できるんです。やめれないんだ、やめれないんだもの、これは。いやー、これは響いてる人多いんじゃないですか。